はい、どうもタクタクです。今回も実況プレイをやっていきたいと思います。今回やるゲームはホラーゲーム歌穂のたたりの続編、歌穂のたたり2です。以前この歌穂のたたりの実況プレイを見てくれた方は知っていると思いますが、前回の作品ではまあその歌穂村というところに行き、歌のちゃんという女の子が主人公だったんですが、まあ、そこでね、終わっている作品なんですが、まあ、前作を見ていただいてからできればこっちも見ていただきたいので、その前作の話はしません。で、今回は、続編を見ていなくても楽しめるか楽しめないかっていうのもちょっとよくわからないのですが、とにかくですね、これが僕は初見プレイだということ、そこをまずは強調したいですね。特に何もないや。行くぞ。今回も説明は特にないんですが、行くぞ。始めから。笑い声が。このゲームには一部残酷な描写が含まれます。はじめにとある映像をご覧ください。何？映像？いきなり？おお。あ、やべ。これちょっと行かなくて。なんだ。お今人が通ってない。どここれなんか、どっかの、廃屋かなんかか。なんか今黒い人みたいのが見えた気がするが。この映像は、とあるオカルト研究所にある、日突然送られてきたビデオである。なんて読むんだろう。夢倉 OC 研究所。数年前研究員3名が調査中に謎の失踪を遂げたかな。未だに消息が不明。しかし、このビデオの発送元がその研究員の一人だと判明した。あ、これあれじゃん。前作に出てきた3人じゃないか。指紋、書体などを調べると完全に一致したのである。佐藤総合病院とタイトル付けられたこのビデオには小さなメモが貼り付けられていた。探るな、聞くな。ほう。どういうことだ。このビデオは現在無限に、ビルの荷物室にお札と共に収められている。なんて読むんだろうな。しずね。お、これが主人公か？あれ？携帯がない。わあ！事務所に忘れてきたかな？あ、その、あれか。さっき言ってたところか。お、どうした？おう。お、動けるぞ、動けるぞ。おぉ。イメージ画像はないのか。ちょっとじゃあ、恒例の、ことをいろいろやっていこうか。まあ、まずは、おぉ、記録するときの音。ちょ待って。トゥーデンって聞こえたけど今。資料。天使のようなあなた。え？母、私に書いてくれた物語。ということ。母が私にってことかな。所持品。なんかこの、ちょっと、キャンセルボタンを押すと、ドゥルンってなるね。よし。じゃあ、事務所がこの扉の向こうかな。フロア案内が書かれている。1階、食品産業カカオ。2階、なんだろうね。夢倉でいいですか？夢倉派遣会社。3階、夢倉 OC 研究所。夢倉タクシー事務所。4階ね。5階募集中。6階募集中。5階と6階は空きビルなの、空き部屋なのかな。フロア内か、同じか。あ、これエレベーターかじゃん。おぉ。おっと。静ね。事務所は3階だから。おぉ。前作と同じ音だな。おぉ。事務所。なんだ。本だな。
本棚だな。棚骨。あ。何これ。なんでこんなに荒らされているの。どこどこ。え、ないない。なんだなんだ。ちょっと。お、どうした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 。ちょっと、あ、さっきのやつか、さっきの映像か。おお、ない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 。せ、あー。パ、あの、このせ、スパイアーンさんという人が、せ、作者だったんです。おほほ。なんだ。アイマス、協力、アイマスク。おお、あー、出た。なに、日本人形。おお、た、気持ち悪い。すごい、なんか、映画みたい。ウルフ RPG エディターというソフトで作られたゲームだそうです。歌、ほ、歌、ほ、の、たたり、2。おー、とう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 。なんか、ちょっと、怖えな。オープニングがここか。ここ、これのことですか？荒らされているって。一体誰がこんなことを？とりあえずじゃあ、どっちかの部屋行ってみようか。こっち？開かない、開かないか。おお、ああ。なんだっけ？結局忘れ物を取りに来たんだよね。なんかパソコン光ってるよ。電源消すの忘れてたっけ？お、なに？あ、動く動く動く。なにこれ？これなんだこの OS なんすかこれ。Windows じゃないでしょ。ここがやっぱ、ドックだとしたらこれ、ちょっと固まっちゃった。あ、not found。441。not found ってことは、ネットには繋がってるよね。でも、あれがないんで。じゃあちょっと音楽的な。なんすかこれ。なんすか。これ、え、どうやって。青い悪魔、プレイ。ないこれない。ええないなんだこれ。ええ、いや意味がわかんない、意味がわかんない。なんだよこれ。何これ。いや、うん、さっきのも何これって感じだったんだ。お、何これ何これ、本当に何これ。ええ何これ。え、めっちゃ散らかってたよ。まあいいや、戻ろうか。これは？これなんすかこれ。ノーダウンロード。ああ、これあれだ。ダウンロードのやつだ。これ Mac ですね。早く、たける、ようこ、わたる、アドレスだ。じゃあもう、こっちか。こっちなのかな。これなんだ。ああ、これでシャットダウンぞ。沈め。さてと、携帯も取ったし、もう帰ろうかな。夜遅いし。スマートフォン。携帯電話。携帯電話はスマホなんですね。あ、最近さ、おぉ、携帯電話とスマートフォンってさ、混乱するよね。人のロッカーか、これは。携帯電話って言っていて、実はスマホだったみたいなこととかないですか？言って意味わかんないかな。まあいいや、進めよう。で、これ帰ればいいのかな？帰ろうか。トイレ気になるけど、大丈夫か。一回。はい。絶対なんかあるけど、行こう。おお、なんでもなかった。早い。第一完了？嘘。私は、あと、さっそうと家に帰ったらいいですかね。ん？なんだ？何家って言いますかこれ。相変わらずの漢字読めないキャラですけど。ただいまー！もう寝てるよね。そんなでけえ声で言ったら起きるで。あ、俺の声がでかいだけだ。あ、これが茶の間かな？布団が詰まって開かないと。ここ誰の部屋？これ自分の部屋かい？じゃあもう寝ようよ。あれ、ちょっと、物置だ。ここキッチンですね。お、誰もいないじゃん。
これイベント的な、あ、上か、上が自分の部屋か。お、お、なんだ、ここが自分の部屋。おう、あー疲れたなー、たくさん寝よ。お風呂にも入らずに、もう帰ったら、おー、ないね。きと、のり、富士。今日から3連休か。のんびりしようかな。マジか、いいな。これもう8月なのに俺の仕事は夏休みはないぜ。朝からパソコンなんてしない。これパソコン？あ、これノートパソコンか。まあ、とりあえずイベントを進めていけばいいんだよね。なんか無駄に調べてるけど。お、なんだ？この辺なんだ？ガラッガラだけど。誰か兄弟とかがいたのかな？でも出ちゃったから、渋谷みたいな。お父さんとお母さんの部屋か？よし、まあ、下におるよ。あ、お母さんっぽい人がいる。母、おはよう。昨日は遅かったのね。書類がたくさん溜まってて、今日から3連休なの。体に気をつけなさいよ。うん。お父さんは？お父さん仕事行った？お父さんがいるとは限らないね。ここなんだ。ああ。あ、あ、何ここ。洗面台。おお、大びっくりした。洗面台、トイレかな？あ、トイレだ。こういう物置きと。ここ、お風呂ない。外出れるの？ああ、びっくりした。ちょっと何、何、何。玄関だよ。特に異常はない。自分家の、自分の部屋行くか。もう二度寝しよう。やることないし、有名な実況でも見ようかな。ああ、この人も、実況、プレイ好きなんですね。楽しみだな。好きな実況者とかいんのかな。お、どうした？これ、動画、ああ、夕方、もう夕方？実況見てて夕方か。やるね。もうこんな時間。そうなんだよね。これ以上やったら廃人だ。そうなんだよね。実況って一回見出したらなかなかね、やめられないんですよね。母上探しに行こう。あれ、あ、いたいた。母どうした？そんな隅っこで。真っ赤な空ねー。夕焼けかい？ちょっと一回記録しとこうか。特に異常はない。テレビでも見ようよ。こう、お茶の湯飲み。あ、どうし、あ、な、なに？何の音だろう？どこ？なんて読むんだ。こっちからかい。漢字読めるようになりたい。ええどこどこ。こっちか。物置か。物置。あ、こっちだ。おお、お母さんどうしたどうした。母どうした。昼間ね、寝室に布団を取りに行ったの。そしたら赤くて黒かったの。なんだろう。は？どういうこと？どういうこと？昼間に寝室に布団を取りに行ったら赤くて黒かった。何を言ってんだ？どういうこと？本当にどういうことよ。赤くて黒い何かがいたのよ。そうなの。え？ムカデのこと？違うわよ。何がいたんだろう。じゃあ何？布団見に行きます。ここかい？ここかい？あれ？開かない？うわぁ、びっくりした。タンスって読むのかな、さっきの。気のせいだったよと。タンスって読むんですかね、さっきの。お母さんに聞いて。お母さん何もなかったよ。何かしら、何かを考え込んでいるよと。ちょっとこっちになんかあんのかい。こっち窓なんなら、窓なら俺も見たい。ちょっと。考えすぎないよな。自分の部屋にも戻り、ちょっと寝よう。はい。もう一回じゃあ配信になろう。
イベントが進まないっす。ないし、あっちか。お、何がいたんだろう。あ、こっちにトニーいたのか。気になるな。じゃあ、ちょっと探してみよう。布団でしょ？ベッドに敷かれている布団じゃなくて、こっちか。あれ。なんもないね。おう。ご飯よー。はーい。お腹減ったな。ああ、夜になった。暗くなった。準備するわね。いつもは準備してあるのにな。電気もつけてないし、何かおかしい。どうしてお母さん。二人、ごちそうさまでした。お風呂入ってくるね。ふんふんふん。なんだその鼻歌。ふんふんふん。お風呂は多分ここだな。さーて、お風呂だな。もしかして奥に行けたのか？すっきりしたな。寝るまでに時間あるな。今パソコンをやろうということかな。ライフスタイルが俺と一緒のような気がするが。こう、あれ違う、あれ違う。お、よし！なに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 ？誰か上がってくるって。おお、お母さん、お母さん。しお母さんでしょ？おお。なんかロボットみたいな音してる。お母さんかな？何の用事だろう？もう、嫌な予感しかしねえよ。こっちかい、こっちかい。こっちだね、じゃあ。これいないよ。いないって。あ、下に降りればいいのかな？下に降りよう。お母さん、お母さん。あ、お母さんいた。どうしたお母さん。あれ、お母さん、2階に来なかった？え？行ってないわよ。行く用事がないもの。そっか。さっきのは何だったのかな。何をしようかしら。テレビでも見ようぜ、お母さん。お父さんは？お父さん。母子家庭かい？まあ、いいや、上戻ろうか。なんだかおかしな一日だったな。まあいいや、寝よう。こう一日目落ちた。おお、なんだ、何の音。うわ、聞き覚えのある音なんだ。何すか。バグってる。何これ、何これ。うおい、何の映像？何の映像これ？何の映像？何の？ちょっと。ない。女の人が出たり出なかったり。ない、ない。これ自分の部屋か？なんだ？ない。歪んでるよ。これない。なんか呪いのビデオっぽい。ドナルドは、夢か。怖かった。これなんて読むんですか、結局これ。のりとうですかね。のりとう家ですかね。あー、なんだか寝不足だな。嫌な夢だった。まあいいじゃないですか、こうね、3連休なんだから。どこぐらい寝ぶってるの？あれ？お母さん出かけたかな？出かけたかな？お母さんいないね。いないね。なんかメモとか貼ってたりとかしないか。こっちお風呂なのかな？おお、いけたいけたいけた。びっくりした。ここがお風呂。この部屋とか。うわ、びっくりした。電話に出る。
もしもし、タケル、お、誰タケルって。あ、静音か。よかった、つながった。タケル、彼氏かな。全然連絡ないからどうしたのかと心配したのはこっちだよ。全然電話出ないし驚いた。え、電話なんて来てないって。そうやっていつも理由つけるんだから。嘘なんか言ってない。とにかく無事でよかったよ。何のことよ。まあいいけど。私今3連休なの。はあ。どっか行こ。ん？どっか行こ？だろ？なんでこれ。先読みしないでよ。ああ、どっか行こう？だろうか。ちょっと、ダメだね。無理だって。俺は仕事なの。あ、そう。とにかく声が聞けてよかったよ。じゃ。何回も電話してたんでしょ？なんなんだよ、あいつ。え、何回も電話してたっつってたの。とにかくだ。お、お、どうしたどうした。え、なになに？あれ？暗くなった。雨降るのかな。と、言ったところで今回は一旦終了したいと思います。超気になるところで終わっちゃいますが、次回はこの続きからやっていきます。それではまた次回ご覧ください。ではまた。